はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、としあきです。今回もポケットモンスターソードの実況をやっていきたいと思います。ごめんね、邪魔しちゃった。前回はこのエンジンシティに無事到着しまして、あれですね、探索しきりまして、なんか、ガルルの英雄がこの地を救ったなりなんちゃらと。で、今回はね、ジムの開会式ですね。では入っていきたいと思います。いや、このスタジアムの中にね。はい。ユニフォームを着用していただきます。開会式はジムチャレンジの始まり。そうです。あなたもユニフォームに着替えてください。うっす。13番のユニフォームだ。お。そっちが、控え室か。さあ、13の文字が、しっかりと、刻み込まれてますね。素晴らしいユニフォームがお似合いです。13の背番号と相まって、とても凛々しく見えますね。ありがとうございます。それではいよいよ、ジムチャレンジ開会式です。Ladies and gentlemen, 私、リーグ委員長のローズと申します。お集まりの皆さんも、テレビでご覧の皆様も、本当にお待たせしましたね。いよいよガラルチオの祭典、ジムチャレンジの始まりです。あ、コンペ。ロッコンとかもいる。ジムチャレンジ !8 人のジムリーダーに勝ち。すごいポケモントレーナーだけが、ジムバッジ8個集めて、最強のチャンピオンが待つ、チャンピオンカップに進めます。チャンピオンカップとかもあんの？それではジムリーダーの皆さん、姿をお見せください。これ一気に見せれんの？一気に今後のジムリーダーたちの、あれか、標的が決まるわけか。標的は言い過ぎなのかな？このエキシビジョンの人もジムリーダーだったんだな。え？ここ6人ぐらいしかいねえ？いなくね？草タイプの使いヤロン。水使いの、ルリナと。炎使いベテランの、あ、カブさんね、この人も。はぁ、あ、はぁはぁ。格闘使いの斎藤。フェアリー使いのポプラさんですね。岩タイプ、マクア。トップジムリーダー、ドラゴン。キバナ。しかに、ジェラルトだっけ？ジェラルトラだっけ？あいつ。人来ておりませんが。はあ、ジムリーダーたちですね、誇る。333。ほとんど331で7しかいない。さあ、いよいよ。我らの登場です。あー、マリーちゃんだ。お、ホップくん。あー、開会式終わったか。ポケモンスタジアムのコートに立ったぞ。うまく言えないけど、ワクワクとドキドキで震える。いよいよだ、ポップにとしあき。いや、君たちがチャンピオンに推薦されたトレーナーですね。ようこそはじめまして、私、ローズと申します。ちょっと待って、すでにダイマックスバンドをお持ちなんだ。いいね、あなたたちは願い星に導かれたのですね。ちなみにダイマックスバンドを開発したのは私の素晴らしい会社なのです。今年のジムチャレンジは特に楽しくなりそうですね。いい素晴らしいガルル地方が盛り上がりますね。ジムチャレンジはダイマックスを披露するのもいいチャンスです。申し訳ないのですが、私、急ぎの用事がありますので、皆さんごきげんよう。さらばだ皆さん。皆の衆、さらばだ。ご機嫌だな。二人ともまだスタートしたばかりだ。
勝ち進むなら、ポケモンだけではなく、トレーナーである自分を鍛えろ。いいか。ジムチャレンジは、ジムに挑める順番が決まってんだ。そうか。最初はターフン、マジで？ここで挑むわけじゃないの。ターフンタウン、そのため3番道路へ向かう。マジで言ってんの？ここでジム戦だと思った。仕方ないな。やるか。ジムチャレンジ。まあ、ジムバッジをとりあえず8個集めるイベントと。ジムミッションっていうのはね、ちょっと新しいやつですね。ハブさんに挑むなら、ターンフンタウンの草バッジと、バウンタウンの水バッジがいるぞ。プレゼント。ほうほうほう。素敵な響きか。はい。失礼。あ、空飛ぶタクシー。ちょこっとって、空を飛ぶ。そう、空飛ぶタクシーに乗れば、今まで行った場所にも、あっという間に一飛びです。空飛ぶタクシーを使えば、ガルチオの行きたいところへアマーガが、一飛びと。はいはい。良いですか？空飛ぶタクシーマニュアルを読みしましたね。X ボタンからタウンのマップからの目的地。はい、足で行ってください。まあまあ、それでもまあ、とりあえずタウンマップ見てみよう。まあ、ここのポケモンセンターと、ここのポケモンセンターは行けると。ワイルドエリアにも飛べると。それはマップね、見せてなかったね。まあ、結構見た感じ結構、短いというか、指定されたって感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10 10しかないと。はい。まあ、テンポよく、テンポってか、順番よくいけるのは、ま、いいんじゃない？なんだ、ターフンタウンって、そこなの？鉱山越えて、3番道路、4番道路、これ、あと2パートかかりそうだな。ジム長くない？で、ここが2つ目のジムか。5番道路長そう。で、3番目のジムが、ナックルシティかな、多分。いや、違うと思う。どこだろう、3番目のジム。これ結構長いぞ、一つのジムだって。まあ、これ、それだけトレーニングしろってことか。ささっと行きましょう。おい！ありがとう、みんな。ビビったよ。応援してます。ファイトだ、かっこいいや。いけいけ。ありがとうな、みんな。ああ、ホップくん。ライバルバトルか？ああ、そうか。いいよ。ノリがご機嫌だな。他のライバルたちに負けないように、俺たちも盛り上げるぞ。うっす、やってやろうか。いやね、開会式っていうのは分かってたけど、いやね、ついでにジムバトル1個目行くかなと思ってたんだが、まだとはね、ウールちゃん。特世代です、こちら。勝ち進める、お互いの力を確かめ合おう。レベルは ?11? やばいな。大して昨日から上がってないな。バークアウトで。これ上げすぎたかな、レベル。まあ、あと、3番道路の野生とか、トレーナーとか見て、レベルの判断しましょう。14か、やっぱ、だいたい14ぐらいか。ヒノコで、あ、ヒノコじゃない、ニトルチャージね。よいしょ。余裕になっちゃうな、やっぱ。さすがだぞ、タイプの相性をバッチリ分かってるんだが。素晴らしさアップ。ピンチ？違う違う。ここから俺が勝つ最高なんだよ。ここが勝つの、ここで勝つのが俺が最高。わかんない。12レベル。緊張感か。噛みつくで OK でしょう。よっこそセット、よっこらセット。えい。はい。トレーニングになったのかな？気を引き締まらないとまずいぞ、俺。レベル上げてこい。さすが俺のライバルだな。お前の強さ認めてリーグカード。何？それは助かる。そうだった。俺リーグカード作ったんだ。今エンジンシティから始まる俺たちのジムチャレンジ。最初のジムは遠く離れた街にいるけど、あんのかよ。そんな遠くまで。マジで？予想外なんだけど。ハロンタウンのホップが次のチャンピオンだぞ。
マジで予想外にも程があるな。ポケモンたちを回復させましょう。そういえばロトミに新しいシステムがね、できました。このポケジョブっていうね、はい、ちょっと募集してませんけどね、今日はちょっとミスっちゃって、もうお仕事終わっちゃったんですよね。でリーグカードなんだけど、まあ今こんな感じですはい、こんな感じの適当に作りましたと。まあなかなかいいんじゃないかな、リーグカードとか作れちゃって。まあ、ネットとかで見てもかなり女の子が可愛くてね、ちょっとびっくりしちゃいましたね。それでは3番道路出撃。ああ、ジグザグマのガラルが大きなキノコ。じゃあ早速ゲッティングとかもしときますか。ロコもいるよし、オッケー。ガラルジグザグマゲットだぜ。ちなみにレベル14でした。トレーナーさん、ヤブクロンじゃ。開花式見たでしょ。テンション、高まって戦いたくてしょうがないの。おう、来いや。負けちゃった。でもまだ高まってる。ごめんごめんごめん。まだ戦おうぜ。新しいポケモン見たね、チラッと。ヤブクロンゲットだぜ。ヒールボール3つ。あ？お、ムカデ、ムカデ。お、や、ヤクデですね、ヤクデ。すごい、なんか、可愛いというか、可愛いのか、ちっちゃいな。ってことで、新ポケである、ヤクデゲットだぜ。はぁ。動くんだ、そのヒゲみたいな部分。面白いな、やっぱ。え、白い煙。白い霧に守れて相手に能力を下げられる。あー、まあまあ強いんじゃないでしょうか、これは。エレアさんね。この子、この子。ヒメンカか、ヒメンカ。フェアリータイプだよね、確か。わたあめちゃんみたいなやつに、わたあめちゃんみたいな子に進化する子だよね。水鉄砲。ああ、わたげ。素早さか？うんうん。これ、あれか、歌うめんどくさいの。カムカム寝ちゃった。あれか、草タイプも入ってんのか。草フェアリーとかか？イメンカゲットだぜ。あ、草タイプだった。フェアリータイプじゃない。失礼。ごめんなさい、ごめんなさい。私が学んでいるのは外国語にパソコンポケモン。どういうこと？スクールガール、エミちゃん。ヤンちゃん。ヤンちゃんって可愛いよね。続き。いいですね、続きは。耐えたりでしょ。負けちゃった。ポケモンの勉強足りてない。お邪魔しに、やけど直しか、眠気覚まし欲しいんだよな。お得な掲示板、キャンプ。はいはいはい。スポットで人が開いたら、テント、ああ、はいはいはい。後ろから？お、ポケモンの代わりにトレーナー発見。どれだけ強いかチェックします。さ、スクールボーイだ、今度は。よく見たら、服の上のアイコンじゃなくて、模様が、あれだね、なんちゃら飯。なんだっけ？まだ覚えてないんだな、新ポケの名前。悔しい。君のポケモン強すぎ。あ、ソニアだ。よ、ジムチャレンジャー。開会式かっこよかったよ。ありがとう。あれ、ごめん。あれ、ホップ、ホップは別コード詐欺に行きました。いても立ってもいられないのが、やっぱ兄貴に追いつきたいんだね。そうだ、ちょっとだけ面白いことを教えてあげる。何？あそこに、建物があるでしょ？ローズ委員長の会社なの。そこはか、え、これが？あ、はあはあはあ、鉱山。あ、そっか、そういうことか。はい。エネルギー。まあ、昨日も聞いたね。よくわからない人だけど、すごいんだよね、ローズ委員長。
穴抜けの紐、ありがとう。お、ありがとう。長いけど、それもチャレンジ。頑張れ、ジムチャレンジャー。うっす。ここ通れそうだけどね。元気のかけら。お、こいつはあの、あれか。犯行のとこにいるやつだ。うん。タンドン。タンドン。これ、なんか、足の部分がなんか、タイヤみたいになってるのかな。ちょっとだけ動いてる。タンドンゲットだぜ。そっち見るんだな、主人公。もう一回行くよ。そっちに視線送るんだな。私のポケモンを見ないで通り抜けるなんて話ある。ほほほ。勝ち負けはいいの。ポケモンを、見せたかったの。そっか。かわいいやっちゃな。技のシーン37、袋叩き。はい。お、保安官じゃないですか。後ろからドスッと運んでみせましょう。手紙と勝利。ポストマン。はい。まあ、使うポケモンも、まあ、あの、あれですね。あの、出前じゃなくて、なんだっけ。持ち運びじゃなくて、なんだっけ。あの、いつも、お手紙を配ってる、デイバードと、運んじゃいました。あなたに勝負。あ、キャンプだ。こんな他人のキャンプか？キャンプで料理作って、ポケモンを元気にしてみてね。このキャンプを使うといい。クラブのみ、あざす。テントを、調べるとみんなのキャンプに参加できるよ。よかったよ、マジで？お邪魔しまーす。お、ほんとだ、いろんなポケモンがいる。これは、この人のポケモンなのかな？はい、違う。いいよ、殴って。転びそう。ちょっと待って、フォックスライ。まあ、せっかくやし、料理しますか。ミクと一緒に？マジで？共同作業じゃねえか。もらったクラボの実、使っちゃいますか。これで、適当にぶち込んだろ。クラボの実が、なんか浮いたぞ。おハンバーグ。あれ、ミクちゃんのあれか。おお二人になっている。これ呼吸合わせる必要性ある？必要ないかな？レンダル。おお、めっちゃ火焚いてる。炊き上がってる。あー、ぬいこくまかな？ぬいこくまだ。混ぜ。ゆっくり回すね。はい、ここ。完成。おー、ポケモンたちよ。飯ができたぞ。甘口ハンバーグカレー。いや、いいですね。三つもハンバーグが入っている。マホミル級でした。あざっす。あ、トレーナーと話すとかあるんだ。トレーナーと話す。こんにちは。コンコンはね、一言で、コンコンはね、一言で言うと、血の毛が多いかな。どういうこと？とっても楽しそうですね。確かにフォックスラインがはしゃぐなんて珍しいですね。では、お邪魔しました。ポケモンに備わっているタイプによって有利不利があります。レード虫。進化ホラー。俺シールドの方もやってるんだけど、この子使ってます。ただ言語が違うから、名前がわかんなかった。はい、4つ。この子エスパータイプなんだよね、こう見えて。すごいんだよね、虫エスパータイプなんですよ。ちょっとビクッとしましたね、シールドの方でやってたら。
虫エスパータイプなんだっていう。これ初めての組み合わせじゃねっていう。年上に挑むのは気持ちの上で不利か、そっか。イグズブスリー。砲弾ついたけど、これは回復の人かな？ん？光ったな。光った。お、ディフェンダー。お手書き、ポケモンセンターを勝手に知る、姉です？はいはいはい。厳しい。今日も元気します。元気にします。これ終点の方に妹いんのかな？ありがとうね。ありがとうございます。本当。助かりやす。さあ、初めての洞窟内だ。お、ドッコラーがいますね。かけら。さあって、これキラキラしてる宝石かな？もしかして。それとも、ただのライトなのか。仕事のパートナーとは、勝負でも息ぴったりだぞ。大丈夫か？仕事のパートナーに勝負なんて、させちゃって。仕事の体力残んないぞ。パートナーとの息が合わなかったか。おい。元気のかけら。わあ、なんか、分かれてんな。まず相手にしよう。スーパーボール3つ。僕が先行っていくか。うわぁ、奥が、お姉さん。ちょっと待って、奥がもう広いんだけど。これどっち先行く？おいおいおい、おい、動くんか。なんだあいつ。なんかポケモンが乗ってたな。俺さぁ、こういう分かれ道ってさぁ、本当に困るんだよね。どっち先行けばいいのっていうね。あ、こっちだったね。バリバリこっちだった。ロックブラスト。へぇー。マジか。ロックブラスト技マシンだったんだ。さぁ、お姉さん。いい仕事をするためにトレーニングは欠かせません。結構、え？でかくね？あなたたちに、とっていいトレーニングになったわね。モザマシン。怖い顔。さあ、ってことで、コロモリゲットだ。硬い石。はいはいはい。どっから湧いた？働くお姉さんはポケモンも強いんだから。あなたのポケモンをスカウトしたくなっちゃう。おー！カムカメ！お前、早いな。進化だ。よっしゃ、来たー！なんだっけ？ガジリガメだ。うん、ガジリガメ。おめでとう。よかった。ってことでガジリガメゲットだぜ。やった。水岩タイプ。ロックブラスト覚えるんちゃう？岩石封じ。あ、岩風でいいかな。ロックブラストもいいけど、岩風でいいかな。まあ、こんな感じと、なかなか悪くないじゃないですか。あ、また出た。なんか、PPA だ。これ間に合わないよね。あ、いる。間に合いませんね。アイドル、元気のかけら。どっこらと、これ野生だよね。ちょっと邪魔だな。キョロキョロ道具を探すわし。あらら、見つけたトレーナーさん。俺道具じゃねえよ。酒やって。行け、噛みつく。素晴らしいパワーだ。ピンチの時、道具をうまく使えばよかった。お前は戦う前からピンチだったかな。ちょ、どっからさ、すみませんね。通ります。厚底ブーツ？足場に仕掛けられた罠などの影響を受けなくなる。え、ステルスロックとか、何？毒菱とか、そういう系？面白いですね。いい傷薬。ちょっとあいつがいるんで、バトルかな？ここに来るのですか？
アドバイスをしてあげますけど、やめておいた方がいいですよ。そうか。願い星を持つトレーナーは僕が痛めつけるかも。痛めつけるか。よく言うじゃないか、貴様。誰が何のために貴様に痛めつけられなきゃいけないんだよ。あなた、チャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい？チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いんですよね。つまり委員長に選べた僕の方がすごいのですよ。では、かわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。さあ、スーパーボール。ビート。かかってこい。3体か。ミニラン。残念だったな。レベルの差はどちらの方が圧倒的に有利。そしてビートしてる BGM。ガジリザメ1匹だけで十分なんじゃね？見せ場ぐらいあげないとね。なるほど。言うじゃないか。ロチムか。エスパータイプ統一とかもしかして。噛みつく。ミブリム？ミブリム？誰だ？おやおや、僕としたことは、まあさっさと終わらせてくださいよ。ミブリムって誰？ああ！危険予知か。つまり弱点があるってことな。エスパーかな、この子も。つまり、噛みつくで。結構可愛いやん。エスパーかな。やっぱエスパートイツっぽいね。さよなら。なるほど。いいじゃないですか。こちらも本気ではありませんし、ツンデレにも程がある。お前、強がりや寄せ。素直になった方が楽だぞ。驚いた。少しはやるようですね。少しどころか俺余裕だったけど。ですが、あなたの戦い方はきちんと記憶しておきますから。お前、今後の AI が強くなるのか楽しみだぞ。本戦では僕が勝ちますよ。やっぱバトルロイヤルなのかな？わかんない。それでは失礼。あ、つまり、願い星はすべて手に入れましたからね。え？は？星の砂。4番道路。はい。回復。お願いします。お願いします。4番道路。はい。あとちょっとで。ジム行きてー。ちょっと待って。もう見えてんじゃん。やっちゃいましょう、もう。こんぐらいだったらもう。パパッとやっちゃう。おー、なんかいるぞ。ピカチュウみたいなやつ。誰だ？あ、ピカチュウの着ぐるみを着た、若造か。ポケモンを鍛えるため、キャンプ特訓。仕上げは君との勝負。おうよ。ブリーダーさん。今度は男性のブリーダーだ。おーおー、ニャンス。来た、ニャンスガラル。鳴き声がニャンスだった。面白いな。モフモフしてそう。正面だけは、後ろは完全にニャンスだね。正面だけなんか、毛が生えたって感じですね。あれ俺、戦っとったことあれ あ、そうか、俺ニャンスの巨大、超巨大化持ってるから、ギガマックスのやつ持ってっから、タイプ相性見るんだ。ノーマルタイプだね。あ、違う。岩が半減してる。岩が半減、格闘とか持ってんのかもしかしてお前。猫男子。
なんかニャースらしい戦い方だな。ミツクが攻撃で一発なんじゃないかな。オッケー。何タイプだろう。ノーマルなんちゃらかな。あ、いや、格闘じゃねえな。種棒か。最高のコンディションに、仕上げたはずなのに。あー、ワンパチか。落雷。あ、早いな、お前。ああ、バケッチャー。清めのお札。ちょっと、ピカチュウもいる。ニャースもいるじゃん。タイプ何？鋼タイプ？は？こいつ鋼なの？ちょっと待って、拾う。ネストボール。助けて、岩。くー。じゃあこのピカチュウくんと。どう？ピカチュウそっくりでしょ？騙されたよ。ほんとに。はいはい。ポケモンごっこ。ピカチュウ。あ、鳴き声がちょっと違う。気合の入れ方が違う。ごめんな、ピカチュウ。ピカー頭のピカチュウかわいいな。いやー、トレーナーっつが多いですね。キャンプやし。どうも。参加しますか。一緒にキャンプ遊ぶ。もしくは料理仲良くなれる。よかったら明日のキャンプ。ごめん、これ裏でやるわ。尺がやべえんだよ、もう。リグラ。あれ？ EV だ、今度は。野生の、ポケモンごっこが現れた。と、自分で言っちゃうの。あー、かわいいな。かわいいな。おー、マフミルだ。やばい。尻尾フリフリしてる。タイプわかんないな。水鉄砲。いや、ガンプの方だったな。まあ、いいか。水鉄砲で。甘い香り。あ、動き可愛いんだけど、このロリ。このロリ。ガンプ行きましょう。見てみたいし。岩石富士。オッケーオッケー。変わってないね。すまねえ、生本部。あれ、もう終わりなの？なんで興奮してんの？青。やべ、ニャンスか。力の根っこ。ニャンス遅いな。さすが鋼タイプ。銀の粉。端っこから逃げるのはスタイルと思ったらディグダだよ。お、イーブイちゃんにビビった。あ、ウール、待ってくれよ。待って、遅れ。ごめんねー。何？おい、大丈夫か？おー、これ、ジュリーダーじゃん。ヤロンさんじゃん。大丈夫っすか？ポケモンの体当たりを食らって大丈夫ですかね？おや、君はもしかしてジムチャレンジャーですよね？そうです、違います。違います。またまた、おたむれを、開会式でもお見かけしましたよ。よく見てたな。あんなにいたのに。僕はヤロンと言います。草タイプのポケモンで戦うジムリーダーなんです。チャンピオンが推薦したというジムチャレンジャーの実力。ジムスタジアムで確かめ、ますかね。え？そうか、もうちょい先か。あざす。ほら、ジムに帰ろうな。ジムチャレンジャー待ってるぞ。ウール使うの？うめめ。コロコロ。え、コロコロすんないの？ゆっくり行くから？期待を裏切るな。まあいいけど。あ、イーブイちゃんがまたいる。まあその前にアイテムなんだけどな。まあ火直し。わ、集まってくる。俺大人気じゃんか。やば、これ。逃げられないってやつだ。はい、こっちから逃げる。ちょっと待って、ピカチュウ。イーブイちゃん私、イーブイ、いろんな、可能性を秘めてるの。いろんな進化あるからね。草
さあ、成長した後が楽しみだな。イブイ。いっぱい。イブイ、ほんと可愛いな。ごめんな、イブイ。私、イブイ、負けて、しょんぼりしてるの。そっか。なんだい、なでなでしてほしいのかい？はい。大きくなったら、どのタイプに進化しようかな。進化しないっていうタップもあるけどね。あ、相手、ピカッと現れた。バチュルか。へいへいへい。もう、しょんぼりだよ。君もかよ。いやいや、面倒見てやっから。大丈夫だって。僕もモンスターボールの中でゆっくり、眠るんだから。そうか。アイテム。あがましい7。ミサイルバリー。さっきはロックブラストだったが、今回はミサイルバリーですね。ヘラクロスが強いで、いるかどうかわかんないけど。なんでそっち見てんだ？壁越しから？あ、壁越しからか。50年は？お前何言ってんだ。まあ50年も育ててないし言い訳がダサい。力の根っこか。じゃあ粉ですね。失礼。鋭いくちばし、こういうの多いな。今回威力アップアイテム序盤からガンガンゲットできますね。イーブイちゃん泣いてくん。あ、泣いた泣いた、かわいい。まあ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 、あ、ホップくんいいんじゃん。アイテムまた見落としてんで。ホップくんいるけど、あ、さすが草のジムが、でかっ、ドームだ。見ろ見ろ、ターフンタウンのポケモンスタジアム。その名も、ターフンスタジアムだぞ。ジムリーダーのヤロンさん戻ってきただけど、うん。いっぱいだ、待つしかない。マジか。そうだ、ソニアが探して、わかんなくて。そっか、わかった。タウンマップ見るといい。わかった。犬ぬわ。ん？あ、案内か。助かるぜ、案内。今回はここまでになります。ここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。よろしかったら、高評価、低評価、チャンネル登録などもお願いします。正直、こんなに、ジム戦が長いと、遠いとは思わなかった。レベルも上がっちゃったし、これはぬるゲーになる可能性があるので、裏でいろいろ考えてみます。では、次回またお会いしましょう。さよなら。またやらかしましたね、うぷ主設定ミス。皆さんごめんなさい。今回は開会式、3番道路、ガラル鉱山、4番道路攻略しましたね。ジムはどこに？しょぼん。今作のキャラデザも凝ってますね。かわいい。次回は何が何でもジム行きたいと思います。まあ、その前にターフタウン探索ですけどね。早く進みたいけど、今後の要素はそこまで時間のかからないものだと祈っています。最後までのご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント、意見などもお願いします。